生活の中で見つけられる喜びとか、あまり大げさじゃなくて、そういうものを自分でも描きたいなっていうふうに思って、アニメーション作家、イラストレーターの大桃陽介です。アニメーションの作品を作ったり、絵を描いて個展をしたり、絵本を出版させていただいたりしています。30ぐらいになった時に、なんか結構今ならいろいろ描けそうな気がするなってなんか思えてきて、それはやっぱり普段のその生活の中で、まあ自分でこう生活のいろんなことを気をつけて過ごすようになったりとか、自分の身の回りで使うものとか置くものとかも、まあいろんなお店に行って選んで買う。で、そういう買い物の中にもなんかすごいお店の人とのやり取りがあったりとか、自分に馴染んできたというか、なんかそれがだんだんその身の回りのものとか、まあ、生活の中でこう見つけられる喜びとか感動とか、そういうこうあまり大げさじゃなくて、そのまま自然に自分の身の回りですこう起こることみたいなものを素直に救い取ってあげるっていうことの方が、なんか自分としては大事なのかなって思ってきて、逆にあんまりドラマチックさとかそういうものが、まあ、むしろないものの方が割とこう好きになってきたし、そういうものを自分でも描きたいなっていうふうに思ってきたかなっていうのはありますね。